ジェフリー・リー・バーはアメリカ合衆国の脚本家、プロデューサーである。テレビシリーズ、ロストの企画者の一人として知られる。ABC は、ロストのパイロット版の脚本を書かせるためにリー・バーを雇った。当初、ノーウェアと題されたそのシリーズは、ハエの王とキャストアウェイの影響を受けた現実的なものであった。プロジェクトが進むにつれて ABC は、リー・バーの方向性に難色を示し、J.J. エイブラムスとデーモン・リンデロフのスタジオと契約を交わし、脚本を書き直させた。その後全米脚本家組合の調停により、リーバー、エイブラムス、リンデロフの3名が番組企画者としてクレジットされることなり、パイロット版でも3人は原案として共同クレジットされた。リーバーは全米脚本家組合賞でもノミネート対象となった。映画では、エバーラスティング時をさまようタックやフラッシュバックに参加した。2010年にはテレビシリーズマイアミメディカルを企画したが13話で打ち切られた。2011年から2013年には USA ネットワークのダニーのサクセスセラピーで脚本、制作総指揮、ショーランナーを務めた。2018年からは YouTube プレミアムのオリジナルドラマシリーズインパルスの脚本、制作総指揮を務めている。ありがとうございます。